にちは、カリメロです。ここは新宿歌舞伎町、久しぶりの新宿歌舞伎町に降り立ったカリメロです。今日のコーディネート見せたいです。なんかすごい赤い。今日の格好はシルさんが購入したツイードのワンピースです。ちょっとここ開くんですけど、あんまり谷間がないので出しません。ちょっと張り切っちゃった、張り切っちゃったの私。やっぱ推しのホストに会えるから、ちょっといつもツインテールとかしてるんだけど、ちょっと今日大人になっちゃった。リボンがすごいハーフアップね。かわいい。ちょっとあざだらけだよ、脂肪吸引の後で。ちょっとそれもまた歌舞伎町っぽいでしょ。ということで今日は私が前ヘアーグループさんの誰がナンバーホストかみたいな感じの審査員をやったんですね。そこで R ちゃん賞をあげたオールホワイトの桐生くんっていう子がいるんですけど、前ねホストにガチ恋しちゃったかもみたいな動画私一本出してるんです。その桐生くんに会いに来ました。え、桐生くんいる？あ、いない、いない。売り上げは7位8位ぐらいで、著名がでもナンバーワンだったんですよ。なので来てんじゃない、飛龍の時代、あたいの飛龍、カリメロのものだから売り上げ1位にさせてやるわ。ということで今から飛龍くんに会いに行きたいと思います。久しぶりのホスティークラブ、ね、キュンキュンさせてもらわないか、仕事で嫌なことがあったからね。あ、すごい、うわ、すごい、すごい、え、こういうタク、ちょっと、え、すごい、え、待って、イケメンじゃね、ちょっと待って、イケメンバカじゃね、待って、すごくね、レベチじゃね、何この内装、すごい。いやじゃん、ちょっとワクワクしてきちゃったカリメロ、ほんとに嫌なこと全部忘れちゃった。ちょっと伸び目高いよ今日。やだ、楽しみ。ここに3ですかね。やだ、嬉しい。楽しい。やだ、ワクワクする、やばい。カリメロの担当の前に他のホストさんとちょっとおしゃべりする時間あるみたい。でもうちヒルくんしかなってないんですけど、ちゃんと人気だからさ、ワキワキ。でも緊張する。やだ、失礼します。レンです、お願いします。レン君、はい、こっち行こうかな。かっこいい。すいません、どうも失礼します。長瀬ダーウィンと申します。長瀬ダーウィン、長瀬ダーウィンです。どうも失礼します。お隣で失礼します。はい、失礼します。センターなんか、シュートです。シュート、シュート、お願いします。シュートすんない。ちょっと滑ったらええじゃん。シュートすんないですか。シュートです。あ、はい、シュートです。シュート代表させてもらってます。シュートです。お願いします。ブラック？オールホワイトです。間違いないんだけど。オールブラックもありますよ。オールホワイト。オールホワイトです。じゃあよろしく、レン君。あ、じゃあレン君。オールホワイト。とりあえず顔が強すぎる。はい。間違いない。オールホワイトもいいと思います。エアグループはやっぱキャッチフレーズが職業イケメンっていうキャッチフレーズでやってるので、本当にイケメンはたくさんいます。オールホワイトで多い。日本で多分イケメンが一番多いと思います。オールホワイト、はい、オールホワイト、はい、オールホワイト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 、ダーウィンはオールホワイトの推しポイント、あ、推しポイント、本当にイケメンが多い、お酒が飲める人が多い、トーク力がすごいんで、いい意味でうるさいです。確かに、そうそう、飲み物は飲むの？飲み物は飲みます。え、飲みたい。飲みましょう。じゃあかわいいの飲みたい。かわいいの、可愛いのね。スラットのアロエっていうのが甘めの酒なんで。アロエもアロエで。アロエで。みんな何歳なの？お、画角外で。画角外で。画角外でいようかな。じゃあね。22歳で。若っ！僕も22です。長瀬だわ、22。はい、僕今年29歳です。わー！はい。どうなんだ？大はい、そうです。カリメロはどっちの方が好き？年上、年下。カリメロはカリメロはカリメロって何？あ、カリメロちゃんね。カリメロは年は問わない。そういうことね。時々に増えてるから。すごい正直なタイプだ。やらないよね。じゃあ今日は癒し行きますよ。じゃあみんな乾杯しますか。はい、乾杯。わかんないけど、そう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 、徐々に、ね、徐々に理解したい。でもホワイトは結構固くない、めっちゃ自由です。うーん、美味しいこれ。あ、美味しい。話の髪型ないけど。普段アニメと何話してんの？
結構ぶっ込みぐらい。分かんないなぁ。何話してるの？枕するか枕しないか。違う。俺の方に遠くていかない。代表だけです。だから代表なの。そう。よくないな。よく知ってる話だから、得意分野確かに。マジだって、マジだって。自分たちに慰められたい、マジで。本当に思ってるよね。本当に思ってる。ここ3人とも個性結構バラバラなんで。え、売り知りたい、売り。じゃあ、レンか。僕、結構でも言われるのは、可愛いって言われます。可愛いけど。自分で言うのね。確かに、言えないわ。言われてるのはって言ったじゃん。ナルシストしかないんだよ、確かに。可愛い。何よりなの。僕はもう完全にもうハイスペックなんで見てる通り、ね、身長がもう89ですもん、あとお酒が大好きなんで飲める、はい、あともう基本誰でも笑わせられます。飲まないと逆に俺なんか笑わせてもらってるから、今のとこで負けてるから、体張るタイプ負けてない、全然。そう、肩張るタイプ絶対笑ってもらう。逆に、はい、10年ぐらいホストやらせてもらってるんで、はい、自分でもちょっとナルシストなんですけど、一応元々色気あるかなとは勝手に思ってます。いいですか、ご一緒してもらって。どうもお願いします。レイと申します。あ、レイ君、お願いします。いいですか。すいません、レイです。映ってない？映ってはい、映って。大丈夫？これ一人いただいてもいいですか。いいですか、つなげていきましょう。いろんな系統がいるんですか。そう、バラバラなんですよ。ホワイトもジャニーズ系もいれば、犬系もいて、猫系もいて。イケメンだけはマジでいっぱいいるんですよ。大変たちはマジで高いです。え、じゃあ入るの大変だったの。マジでめっちゃ大変でしたね。僕本当に何回も土下座してましたね。めちゃくちゃ入れてもらえた。ガールちゃん来てくれたってことで、頑張りますか。ありがとうございます。ハンパーシュ、それグッドグッド、グッドグッド、参りましょう。もっと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 参りましょう。グッドグッド、グッドグッド、いただきます。なんて呼んだらいいですか、僕たちは。アニメの。何それ、かわいい。もう今日満足したんで、もう来るんですか。序盤。久しぶりに歌舞伎町来たんだから。カリメロちゃんは普段はうるさい飲みか、静かに話す飲みだったらどっちの方ですよ。かわいい。あとはやっぱり仕草、あと髪型だったり、やっぱそのこう動画とかが飛びそうだったりさ、そんな見方かな。リスペクトの感じだろ。おいつですか。今年で25です。今月誕生日なんですけど。おめでとう。なんか秘訣あるんですか、その美容の。ありがとうございます。エルサだ。さっきからの横いるのも心臓バクバクで。え、嬉しい。今日即日で行きます。本当にみんなに知られてますよね、エアグループって。嬉しい、ありがとうございます。職業イケメンっていうとみんな知ってる。
まあ一番ここはもう本当かっこいいメンバー多いんで、ホワイトのホワイトね。ガチで歌舞伎町で一番イケメン多いっす。一番イケメン、マジ。それはもう本当にイケメンだもんね。一番嬉しい、ここやね。ハリメラって言われるんで、やっぱり一番嬉しいね。ハリメラ嬉しい。ついてるね、ちょっと。全員で。あ、ねえ、マジもう時間なの？ハリメラさんの一番の推し、誰ですか？あ、ちょっとアントマイヤーだって。あ、アントマイヤーだって。こんなにやついたよ。誰誰？ヒユコ。おい、それいたもんまりも。俺はもう出ねえわ。ヒユシ呼んでもらって。ヒユシ、お了解です。今日いるかな、今日いるかな、分かんない、そう、分かんない。入ったんじゃない、指名がいないかも。そう、いないパターンもある。そう、ヒユコ。あれ、あら、最高の男楽しんで。いいですか、ご一緒しても。お願いします。どっち行ったらいいですか。こっちで。まるちゃん、久しぶりや。ちょっとあれやりましょう、あれやりたい。こんにちは、あかりです。こんにちは、ひりゅうです。初めまして、オールファイトのひりゅうです。どっちにあれしたらいいの。こっち、こっちだな。こっちだろ。初めまして、ひりゅうです。待って、緊張する、どうしよう。うちも緊張してる。オッケー。なんか、初めましての感じしない。なんで、でもこの間あったよ。確かにこの間あったよ。ちょっと聞きたいことが一個あった。何？なんで俺選んでくれたか。エアーグループの A1 グランプリで、私、ひりゅうくんを選んだんです。はい、最初髪があって、ひりゅうくん見た時に服装が結構カジュアルだったから、イケメンだけどぐらいに思ってた。そしたらスケボーの動画見たら、めっちゃこの人モテてきた人だなと思って。で出てきたらスーツだったじゃん。スーツだった。そう、それがめっちゃギャップだった。それで、めっちゃかっこいいじゃんってなって、あと質疑応答でサイン感じたから、ナンバーワンになってほしいなと思って選んだ。あと、この人にキュンキュンさせてほしいっていう基準で選んだ。俺か。そう、もうかわいい。はい。この子下ろせるんですか。ガチ？下ろしたい。マジ？これいいんですか？ペラでインペリアル。いいのもらって。うん。本当に？うん。え、長くね？名前。え、ガチ？本当に？はい。ピオでインペ。やった。わーい。ちょっととりあえず俺も乾杯したい。え、指名ナンバーワンだよね。そうですね、指名だけのナンバーワン。やっぱり愛されてる。え、すごいね。そうだからね、選んだ男間違いなかった。やっぱりうち見る目あると思ってる。遠近法使っていい？え、なんで？姫のこと立たせた。そうだよね、そう、ほんまにごめんな。はい。実物が一番かっこいい。そう言っても、やっぱ俺実物がいいらしいです。今のスマホのノーマルカメラが一番かっこいいと思う。うまいな。ありがとうございます。イェイ、乾杯。乾杯。失礼します、シャンパンお待たせしました。わあ、やった、来た。王子のフリュー君から。マジですか。対戦お願いします。やっぱ緊張手震えるって待ってね。さっきのメンバーとは打って変わって落ち着いてるね。みんなどんな感じだと思う。うわーって感じだ。なんでオールホワイトにした。もともとホストじゃなかったんですよ。何やってたの。ボーイ。おー、そう、俺ホストのボーイでオールホワイト入ってボーイしてたんですよ、うんうん、え、タメ語がいい。タメ語がいいよね、うん、そうだよね、うん、で、そのボーイしててちょっとかっこいい人が俺よりいないなって思ってホスト始めました。かわいい。こんなかわいい、かわいい R ちゃん、カリ姫、カリ姫からいただいちゃいました。いいですか。はい。3322111。わーい、ありがとうございます。超嬉しい。どうしよう。これ乾杯する？まだ。まだなの？うん、ちょっと待って。分かった。分かる。てかね、思った、うん、カマキリだと思って。違うよ。違うカマキリってさ、めちゃめちゃ顔ちっちゃいじゃん。目でかいじゃん。輪郭シュッとしてるじゃん。カマキリだと思って。おいちゃんの褒め言葉。めちゃくちゃ褒めてる。本当に。うん、ダチョウとか。ダチョウ。ダチョウも細くて。ねえ、それ本当に褒めてる。褒めてるの。もうちょっと可愛いって言ってもらっていいかな。目大きい。あ、来た。オールホワイト全員来ます。あ、そう、はい、ちょっと行きていい。可愛くてちゃんとお金使う女の子最高じゃん。もう一番俺らが大事にする。過去一みんなで声出してね。間違いない、間違いない。え、ちゃんとはい、
そこで選んでもらった男なんですよ、自分は。いいなぁ、本当だ、羨ましい。本当にね、子供を見てる男性の皆さん、ごめんなさい、マジで煽ってくれ。俺は選ばれた男なんで、出会えてよかったです、よいしょ。後輩の教室歩いたらキャーって、そういうのがモテエピソードですありました。普段何喋ってるの、姫の。じゃあ俺めちゃくちゃ中身ないもん、すっからかんなの本当に中身ないの最悪じゃん。違う違う、なんかありがとうって言ってエレベーターが閉まったら、あ、姫のよかったな、営業なの。あと結構キモエなの。何キモエ。キモエやっぱホストってさ、いろんなこう営業本があるよ。アイドル A とか、うん、ある、飲み A とか、ちょっと色濃い、そう色濃いとか、うん、俺キモエなの。キモエって何、結構気持ち悪いもん。キモポイントって何なの。例えば100でこうやって言いたいとするのがあるとしたら、俺はこう触るちょっとやだ。そう、ちょっとやだの、カエルからのちょっとやだ、うん、けどそれでも面白い、楽しい、かっこいいって言って指名してくれてるみたいな、うん、ちょっとキモい動きをしちゃう。そう、え、その人名前、おー、やだー、やだ、写真撮りたい、え、撮りたい、写真撮ってもいいですか、撮ろう、せーの、かわいい。あ、ちょっと外れてる、加工が、加工ない方が可愛いけど、せーの、あ、いけた、いけた、やば、強、マジ酔いそう、酔っ払いそう、どうしよう、ちょっと待って、あ、暗い顔、やば、暗い、すげー前髪あるのとないのどっちがいいと思う。この髪型も好きけど、これめっちゃかっこよかった、マジで、うん、どうですか、嬉しい、もうどうしよう、今日死んでもいい。お話し失礼します、はい、ヒデ君、お願いします。やだやだ、お願いします、やだ、横顔綺麗、どうしよう、びっくりした今。そんな褒めてももう行っちゃうんでしょ、ごめんなほんまに。じゃあ最後にキュンキュンする言葉もあって、なんかね、俺ね、そういうの思いつかない、なんかもう普段こうけどマジで俺が今まで会ってきた中で一番顔が可愛いマジで、俺の目見て、ガチやん、本当に嬉しい。嘘、何、だってもうこの目が本当って言ってるよ、言ってるでしょ。じゃあいいよ、言ってるのよかった、また来るね、また来てください、楽しかった、ありがとう、ごちそうさまです、ありがとうございます、失礼します、頑張ってね、バイバイ、バイバイ、ありがとうございます、カニメロ大満足、まあ今日ゆっくり寝れそう。カニメロは夜の街に消えていくのであった。アイラブ拡張、あ、いいですね、楽しかった、寝ます。